はい、皆さんこんにちは、アシスです。というわけでね、お父ちゃんのリベンジに来ました。マテリアはかなり状態異常系をね、持てる分を全部セットしといて、で、とにかくとりあえずまずね、状態異常が何効くかっていうのの下調べをしていきたいなと思います。では行きましょう。よし、まずマイティだな。は？回復してね。ちょっと待って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 。やばい、これはやばい、これはやばい。まず回復、まず回復。ケアルラ入れて、回復してくんの忘れた。ケアルラ入れて、やべ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 。敵の技、マイティだな、マイティを入れとこう。うちの前にマイティ、魔法だったらまあいいか。物理攻撃しないんだったらミニマムでもいいのか。マイティを入れて、いやでもな、心配だから戻しとくか。で、アイテム、いやまさか、まさか、ちょ待て待て待て、よし、うちで、あぶね、あぶね、あぶね。これで、ちょ、MP が、あー、やってしまったな。まあいいだろう。よし、ここから、はい、見破って、まあ、ほら、効かないよ。ちゃんと毒は無効の装備にしてきた。はい、レベル41で MP1000 あったのか。それはなくなんねえな。で、魔法バイオとこっちも毒にしていくよ。効くかな。毒が効いてくれれば結構でかいんだけどな。おお、効いた。よし、効いた。で、グラビデ、ビスソは効かんよ。グラビデはこれ入ったらマジうめえな。5000くらい食らうんだろ。来た、入るのか。マジか。これはいける気がする。マジか。バイオラ効かんな。しっかりマイティ入れていこう。あ、これは勝てる。待て。ここから、敵の、あれ、エーテル。で、ここからマイティだな。危ない。ここでマイティ入れて、いや、マジでグラビで効くのか。グラビで2000ってこと、4分の1入るのか。うん、ということは、しばらくグラビデでのダメージが700くらいになるまではグラビデ押ししていくか。グラビデってでも必中じゃないのかな。睡眠はね、効いてしまうよ。睡眠は残念ながら効いてしまうよ、ユフィちゃんは。まあ、その間も毒で減ってるってことでしょ。ビスソー効かんな。起きて、で、こっからグラビデだよ。もう一回2000。あ、1000か。もう結構減ってんな、これは。で、回復入るけど、こっちはまだグラビで、敵が回復すればするほどダメージが大きくなる。あれだな、うまいとこでハテナハテナハテナでとどめさせてえな。1000、いいね。トラインとか来るとちょっとまずいけど、回復は効かんな。いやでもな、敵の回復の方が若干多いんだよな。ビスソー、いやでも待てよ、毒の分でこっちの方が上回ってるか。いいカウンター。やべえな、ここで、あ、ミスだ。まずい。やばい、バリアキ、まずい。今魔法来たらしい。悠長なことをしてみる。これで、エーテルが、怒られそうだな。エーテルからの、間に合うかな。間に合って。俺の方が早い。耐える。来た！耐えた！しゃあ。マイティだ。マイティだよ。
マイティガード効いてしまうが、まあ、魔法は使えると。あれ、ミニモムなってない？ん？なんにもないのか。で、グラビで、これラストくらいだな、グラビで。グラビで入ってくれ、入ってくれ、ちゃんと。500、オッケーオッケーオッケー。これはもうグラ、あ、回復か、回復か。ダメだな、ダメだな。ちょっと、立て直そう。まだ攻める場合じゃない。ちょっと MP が足りないな。しっかり MP を、ある状態にして、魔法、ケアルラまで入れて、いいね、いいね。こっからだ、こっからだ、こっから勝負だ。魔法具、あ、いける、いける、なんだこれは。800、800、800か。これはハテナハテナで押せる、押せる。超押す、こっから。削り切るぞ、削り切るぞ。443。来てる来てる、毒超いいな、毒。はい、回復してこい。大丈夫だ、大丈夫だ。いけると信じる、いけると信じる。リミット解放するか。ドラインか、ドラインか。いいダメージ。はてなにしとけ、よかった。マジか、マジか。大丈夫だ。お、来た。俺に回復だ。神、パパ神。お、毒出た。これしゃあ、バイオつえ、真の万象、毒で倒せんだ。いやー、バイオだな、バイオだな、これは。は、は。ぜえぜえ。お、親父、やるじゃねえか。お前も腕を上げたな。ピクピクしてるわ。は、は、は。ふ、ふ。おかしくなっちゃったぞ、この夫婦、夫婦じゃねえや、親子。あはは。わはははは。はやべえ、外でミサイルが撃たれてるわ。すげえ音すんな。やるようになったな、ユーフィー。この水神様のマテリアを持っていくがよい。っていうことはリヴァイアさん来た。しかし、ゴドウ様、水神様のマテリアは五教の塔を制覇し、新たに五教の聖を治める者が持つのが習わし。習わし、習わしってもう聞き飽きたよ。ばっかじゃない？口が過ぎますぞ、ユフィ様。じゃああんたらはいいの？それだけ力があって。こんな塔にこもってるだけで満足なのかよ。いやでもなぁ、お父ちゃん以外は結構弱かったぞ。ユフィ、親父もそうさ、前に戦に負けたからってこのウータイをこんなにしまってさ。何が言いたいんだい？ウータイをこんなひなびた観光地にしてよそ者にこびて、そんなんでいいのかよ。ダチャオ像も水神様も泣いてるよ。もうダチャオ様ピースしてたけどな、結構ウキウキだったぞお前。やれやれ、やっぱガキだな。な、なんだと？ユフィ、許してくれ、すべてわしの責任だ。何をおっしゃいます、ゴドウ様。戦に負け、ウータイをこのようにしてしまったのはわしなのだ。ゴドウ様、お前たちは黙っておれ。ユフィ、かつて戦に臨む前のわしも今のお前と同じじゃった。
だが戦に負け考えた。強さとは相手を倒すためのものなのか、他者に対し見せつけるものなのかとな。力を見せつける強者は強者を呼ぶ。それが戦になる。それでは神羅と同じではないか。お前がウータイのためマテリアを探しているのは分かっていた。だがわしが力を封じているのもまたウータイのためなのだ。今分かったぞ。必要なものは両方なのだ。志のない力では意味がない。力のない志ではそれもかなわぬ。後藤様、そなたたち、ユフィを同行させてやってくれ。そなたたちは志と力その二つを持っている。いいとも。ふっ、勝手についてくるがいい。ということさ、俺は構わないよ。行けユフィ、ウータイに真の強さを根付かせるためにもな。親父、お前が戻るまでわしがご矯正を収める。行ってこい、そして生きて帰ってこい。当然だよ。あ、親子水入らず。いや、確かに父ちゃんは強かったからな。でもかといってな、一人で神羅を倒せるわけにもないし。ユフィ、ちょっと待て。あの連中の持っているマテリアな。戦いが終われば多分用済みになるんではないかな。親父。え、なに、ユフィはなに、親父譲りなの。行ってこい、最後まで生き残れ。そしてマテリアを奪ってくるのだ。マテリアを持って。マジか。お父ちゃんいい性格してんな。へへ、当たり前よ。なんだこの親子。はい、ではね、気になるアイテム神羅万象見てみましょう。いや、神羅万象っていうくらいだからさ、道具？ああ、究極リミット技か。あ、そうそう、究極リミット技といえばさ、なんだっけ、もう一個持ったんだよね。あ、これこれこれ、コスモメモリー。これね、多分普通の人は使えないんだよ。かといってな、ナナキちゃんも使えなくて、神羅万象はユフィ？いや、使えないんだよね、これ。なんか使うタイミングがあるのかな。よーし、タイニーブロンコマね、戻ってきましたと。でね、この行く途中にクラウドさんがリミット解放してレベル3メテオレインを覚えましたね。敵全体を攻撃。いいね、クラウドさんだけもう圧倒的よ。だって他の人だってさ、レベル1レベル1とかクラウドだけ3になってるわ。でね、そうそう、であと青魔法の方は一応揃えたいなと思ってたんで、青魔法の方はちょっと調べて、揃えました。ということで、かなり覚えてるんじゃないのかなと思います。このね、マジックハンマーっていうのが MP100 回復するらしいんで、まあ雑魚戦ではマジックハンマーで回復しつつ、ベータとかでまあ、サクサクとね、雑魚戦は進めていきたいかなと思います。はい、じゃあこっからどうするかだよね。確か古代種の神殿に行かなきゃいけなくて、で今までとは全然違うとこだったから、飛行機じゃなきゃいけないよとかいう話をね、神羅社長がしてたんで、多分あの上の大陸じゃないのかなと
思います。右左とよ右中央左っていうのかな、今まで3大陸やったんで、最後はまあ微妙に右下とかもあるけど、最後というか次は多分この気になる真ん中上でしょう。街がね2つあるんだよね。っていうかね、真ん中上のあのマップは一番上にいかにもなんかラストに行きそうな丸くて最初は山で囲まれて入れない場所があるからな。お、雪国だ。マジか、スカイリムじゃん。ここに街がある。はい、じゃあここで一旦セーブしてから入ります。よし、行くか。あ、そうそう、ステータスアップ系のアイテムはね、使っちゃいました。結局全部クラウドさんに継ぎ込みました。宝箱がすでに取られているだと。ようこそ自然主義者の村ボーンビレッジへ。何か用かな。おー、セフィロスを見かけたか。あー、黒い服の男か。古代史の神殿を探していたな。古代史の神殿？あ、ずっと南に行ったところだ。ちょうどこの村と内海を挟んで反対側だよ。南、海を挟んで、内海挟んで反対側。森の中にそびえるピラミッドさ。どうやって中に入る？キーストーンがないとダメさ。キーストーンって？文字通り鍵となる石さ。どこかの金持ちが持ってるって話だな。あー、まずキーストーンを持ってこいってことか。何か買ってっかい？ダイヤバングル強いルーンの、ダイヤバングルか。あー、ダイヤバングル買おうかな。ルーンは2倍か2倍かあ、強さを求めるか2倍を求めるか。2倍プラスそこそこの防御ってことか。2倍、ただの2倍四つ穴持ってるんだよな。うん、難しい選択だな。よし、じゃあね、ダイヤ1にルーンを2買ってこう。よし、これでいこう。よーし、で、この人かな。あれ、話せない。登れると。で、金持ちね、金持ちといえばドン・コルネオだけど、もう死んじゃったしな。発掘ってのは地道な作業だよ。俺たちが掘り起こした宝物はテントの横の箱にしまっておくんだ。テント横の箱だと。あ、しまった。また画面が暗くなる現象が。この先の森は眠りの森と呼んでいる。森が眠りまどろんでいる間にはそこに迷い込んだ人間を惑わすと言われています。入ったら二度と出られないと思う。迷いの森か。ん？何にもないな。テント横の箱。ルナハープという楽器があれば眠りの森。あー、そういうことか。キーアイテムがまだなんだな。ハープが必要と。私たちは最新システムで地下に埋まっているものを発見するの。爆弾で人工的に地震を起こし、その振動の反射を測定するのね。なんか難しいことしてんなあれ、アイテムないのかな。さすがにパクれはしないようになってるのか。じゃあね、金持ちか。誰だ。わからないので、とりあえず先にピラミッドまで行ってしまいましょう。おー、あったあったあった。これじゃないかな。じゃあ早速ね、まあ入れないんですが、あ、そうか、せっかくだからやっとこうか。リヴァイアさん、おっ、さあ見てみよう、大解消。水神様、いつもと違うものに変身してからの、すっごっ、マジか、津波だ、怖っ。
あ、これで基本3種類の属性魔法は全部崖になったね。ただ崖になったけどベータとかあるからな、今更感もあるんだよな。お？イベントか。で、ここに来ると多分まだ入れないんだろうな。なんかヒント欲しいな。ダメだこりゃ。あー、なんにもなしか。しょうがない。ではね、ちょっと探してきますというところで今回はここまでにしましょう。はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。